皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回は VS コード入門編の第4回、最終回です。今回はまず環境設定について見てみましょう。画面左下の管理のアイコンをクリックして設定を選択します。すると設定のウィンドウが開きますので、ここで自分の使いやすいようにエディターを設定できます。オートセーブの項目でファイルの自動保存のオン・オフを、フォントサイズでフォントの大きさを、フォントファミリーでフォントの種類を、タブサイズでタブキーで移動するスペースの数を指定できます。次に、左メニューのワークベンチをクリックして、外観を選択すると、エディターの外観を設定するウィンドウが開きますので、カラーテーマの項目で VS コードのカラーテーマを選択できます。現在はダークプラスという標準のカラーテーマになっていますが、ここをクリックすると複数のカラーテーマがありますので、自分の好きな配色を選択できます。配色のテーマは、この設定のウィンドウの他に、画面左下の管理のアイコンをクリックして、配色テーマからウィンドウが開いて、直接設定することができて、または上のメニューのファイルから、ユーザー設定の配色テーマからも設定できます。このようにしてエディターを設定した後に、画面右上の設定を開くのアイコンをクリックすると、新たにウィンドウが開いて、タブにセッティングス JSON と書かれていますが、このセッティングス JSON のファイルに今回設定したエディターの設定内容が保存されます。例えば、設定のタブをクリックして、設定の画面を開いて、左のメニューのよく使用するものを選択します。そしてフォントサイズを16と入力して、上のセッティングス JSON のタブをクリックして開くと、一番下にエディターフォントサイズ16と表示されて、フォントサイズが変更されました。次にインデックス HTML に戻って、今画面右側に
ミニマップが表示されていて、これは膨大なコードを書くときなどに全体の位置を把握するときに使う機能ですが、このミニマップを消すときは、設定のタブをクリックして、設定の検索の欄にミニマップと入力します。そして、検索結果の一番上、エディターミニマップイネイブルドと表示されて、今、チェックボックスにチェックが入っていますが、ここをクリックして、チェックを外すと、セッティングス JSON には、エディターミニマップイネイブルドフォルスと追加されて、インデックス HTML を見るとミニマップが消えました。なお、ミニマップは上のメニューの表示からミニマップを表示するの項目でもオンとオフを切り替えることができます。次にワークスペースについて見てみましょう。ワークスペースというのはプログラムを編集するときの作業机のようなイメージです。プロジェクトでプログラムを作る場合、一つのファイルだけで完結する場合もありますが、通常は複数のファイルを組み合わせて、さらにこれらのファイルをフォルダーにまとめて、そしてこのようなフォルダーを複数組み合わせて、プロジェクトに必要なプログラムを構成します。この時、この複数のファイルやフォルダーを管理して、編集作業をする作業机がワークスペースです。新しいプロジェクトを始める時に、新しい作業机としてワークスペースを作って、必要なファイルやフォルダーをワークスペースで管理しておけば、このプロジェクトを終了して、次のプロジェクトの作業をしている最中に、後から前のプロジェクトの内容を修正したいとき、ワークスペースを開くと、必要なファイルやフォルダーを一度に開くことができます。また、複数人のチームで、一つのプロジェクトを進めるときも、ワークスペースを開くと、必要なファイルをチームで共有して、それぞれ分担しながら作業を進めることができます。ここで、設定のタブをクリックして、設定の画面を開くと、ユーザータブの横に、ワークスペースのタブがありますが、VS コードの環境設定では、ユーザーが標準的に使用する編集環境を、ユーザーのタブの画面で設定して、それ以外にワークスペースのタブをクリックして、ワークスペースごとにそれぞれに編集環境を設定することができます。このため、使用するプログラム言語や、あるいはプロジェクトの特性に応じて、作業しやすい編集環境をワークスペースごとに設定できます。
さらにワークスペース内に複数のフォルダがあると、このフォルダごとにもそれぞれ個別に編集環境を設定することができます。それではこれから実際にワークスペースを作りますが、ここからは流して解説しますので、解説を見ながら内容を理解してください。まずフォルダを作ります。デスクトップには今フォルダー1のフォルダーがあって、これをダブルクリックして開くと中に3つのファイルがありますが、さらにフォルダーを追加します。デスクトップの余白で右クリックして新規作成のフォルダーを選択します。これで新たにフォルダーができますので、この名前にフォルダー2と入力します。これで新たにフォルダー2ができましたので、メニューのファイルからフォルダーをワークスペースに追加を選択するか、またはエクスプローラーを開いてデスクトップのフォルダー2をドラッグ&ドロップでサイドバーの余白にドロップすると、フォルダー2をコピーするかワークスペースに追加しますかという確認のウィンドウが開きますので、フォルダーをワークスペースに追加を選択します。すると新たに未設定のワークスペースができて、ここにはフォルダー1と新たにフォルダー2が追加されました。このようにして複数のファイルやフォルダーをワークスペースに追加して、最後にメニューのファイルから名前をつけてワークスペースを保存を選択します。するとワークスペースを保存のウィンドウが開きますので、ここではデスクトップを選択して、この余白で右クリックして新規作成のフォルダーを選択します。するとデスクトップに新しいフォルダーができますので、この名前にワークスペースと入力して、これでワークスペースを入れるフォルダーができましたので、右下の開くをクリックして、ファイル名にプロジェクト1と入力をして、そして保存をクリックすると、プロジェクト1ワークスペースと表示されて、デスクトップを見るとワークスペースのフォルダーをダブルクリックして開いて、中にはプロジェクト1のワークスペースが保存されました。なおワークスペースのファイルは拡張子がコード -workspace となります。この時、設定の画面にはユーザータブの横にワークスペースのタブとフォルダーのタブをクリックすると、フォルダー1、フォルダー2の2つがあって、ワークスペースと2
2つのフォルダそれぞれで個別に環境設定することができます。ワークスペースの設定が終わったら、ファイルからワークスペースを閉じるを選択して、ワークスペースを一旦閉じて、再度ワークスペースを開くときは、ファイルのワークスペースを開くを選択するか、またはワークスペースのフォルダーを開いて、プロジェクト1のワークスペースをドラッグ&ドロップでエディターの余白にドロップすると、このようにワークスペースが開いて、必要なフォルダやファイルが表示されました。最後に拡張機能について見てみましょう。すでに日本語の拡張機能を追加しましたが、VS Code では様々な拡張機能をエディターに追加することで、自分が使いやすいようにエディターをカスタマイズすることができます。拡張機能のアイコンをクリックすると、サイドバーに拡張機能の検索欄と、すでにインストールされている拡張機能が表示されます。ここで新たに拡張機能を追加してみましょう。 HTML を編集するときにはさまざまなタグを使いますが、このタグを色分けすることでコードを見やすくする拡張機能です。検索欄に Color the Tag Name と入力すると、検索結果に Color the Tag Name、タグに色付け太郎と表示されますので、右下のインストールをクリックします。これでカラーザタグネームがインストールされて、終了したら拡張機能のタブを閉じて、インデックス HTML のタブをクリックして開くと、このようにタグごとに色分けされてコードが見やすくなりました。その他にも便利な拡張機能がたくさんありますので、自分の必要な拡張機能を必要に応じて追加してください。以上で VS Code 入門編を終わりますが、 VS Code の使い方はこれからも逐次解説していきますので、実際にコードを書きながら少しずつ慣れていってください。それではまた。